今回の動画では安いスケートシューズと高いスケートシューズを比べていきます。の前にそもそもスケートシューズっていうのは何かというと、基本的にクッション性とスケボーのやりやすさとあと耐久性があればスケートシューズになります。はい、なのでスケートシューズっていうのはスケボーのために作られている靴ではあるんですけれど、別にスケボーのために作られていない靴でもこの3つのポイントが揃っていればスケートに使える靴となります。なぜ今回この動画を作ろうと思ったかというと、このようにスケボー用に作られたスケートシューズってことは1万円ぐらいするんですけれど、こんな感じの靴もあるんですけれど、ドンキーとかコーナーに売ってるスケボーに適してそうな靴とこういうスケボー用に作られた靴とどのぐらい違うのか、気になったから今回比較します。簡単にこの3つの点を紹介します。はい、まず耐久性ですね。スケボーは結構ラフなスポーツで耐久性がないとすぐにボロボロになってしまうんで、例えばこの靴はスケボー用に作られたんですけど、全体がスウェードで、作られていて、スウェードはグリップ力もあって、破れにくいんで、よくスケートシューズはスウェードが使われています。あと例えばクッション製でいうと、くるぶしの周りがクッションされていたり、あと中のこの下の部分のクッションも良かったりします。技のやりやすさでいうと、さっき言ったようにスウェードを使ってるんでグリップ力があったり、よりよくボードを足で感じることができるようになったりしてます。はい、なんでこれは1枚の靴なんですけど、これからスケートシューズっぽい安い靴を買ってこの2つを比較していきます。はい、ではできるだけ安い靴探していきます。この辺じゃないねんな。正味クロックスとかでもいけそうやけど、グリップ良さそう。安い、来た来た来た、安い安いです。安い、できるだけちょっとこんなんじゃなくてスケシューっぽいのが欲しいんで、ちょっと頑張って探します。990円の中やったらこれがあります。で1490円いったらちょっとスケシューっぽいになる。これとかもうスケシューっぽい。ああ、こっちの方がいいか、こっちの方がいい感じやな。なんかちょっとアディダスっぽくね。安いやつ。ああ、こっちの方がいいな。はい、ちょっと1000円か1500円か迷ったんですけど、1000円のやつちょっと広すぎて、形もちょっとスケッシュじゃないんで、スケッシュに似てるこっちのやつ買います。あと実際安いスケートシューズ買おうと思って、これ買う人は多分いないと思うんで、こっちの方がちょっと参考になるかなと思ったんでこっち買います。ジャスタボードンキーとかコナンとかいろいろ探して一番コスパが良さそうなやつがこれでした。あとちょっとスケッシュ、一番スケッシュっぽい、あとアディダスっぽいのが、なんでこれとこれのちょっと比較をしていきます。見てるだけじゃあんま分からないんで、これから実際に滑ってその後また感想を言いたいと思います。では滑りに行きます。最近バリクマあるんだ。
2つのスケートシューズ使ってスケボーしてきました。でこれから使ってみた感想とか、あとどれだけボロボロになったか見ていきます。でスケボーする前に言った3つの点、耐久性と技のやりやすさとあとクッション性をどっちも5段階で評価していきます。まず、耐久性ですね。でこれから評価していきます。でこれの耐久性は4.5 かな、 4.5 です。この靴結構エトニーズマラナー強いで有名で耐久性やばいんで、これはもう 4.5 です。はい。でこっちの耐久性は正直言うと1、まあ、これ多分30分ぐらいしか使ってないんで分かんないんですけれど、僕の経験からして30分でこれだけの損傷というか、これだけボロボロになってるってことは、多分2週間もしたらもう終わりだと思います。靴底もちょっと減ってるんで、30分だけで多分普通にすぐ死ぬと思います。で次は技のやりやすさです。技のやりやすさは、まあ、これはこっちはいつも僕使ってるんで慣れてるっていうのもあるんですけれど、これは5分の4ですね。普通に、まあ、思った通りの技ができて、まあ、吸い付きやすさとか全部、まあ、総合的に5分の4です。でこっちは5分の4ですね。こっちも5分の4です。使ったことない靴って大体最初スケボーしにくいんですけれど、この靴は普通にいきなり全部の技できて、もう普通にスケボーしやすかったです。全然問題なくできました。ちょっと最初吸い付きとか悪いかなと思ったんですけど、吸い付きとか全然悪くなくてめっちゃしやすかったですね。めっちゃっていうか、まあ普通にしやすかったです。なんで、まあ、これは技のしやすさだけ見れば5分の4です。はい。では次にクッション性について話したいと思います。まず高い方の靴のクッション性です。こっちのクッション性は5分の4ですね。この靴はクッション性が高いっていうのでも有名で、下だけじゃなくて上も上のところにもクッションがパッティングがあって、あとくるぶしの周りにもいいパッティングがあって、あとさっき見せたインソールにもパッティングがあって、まあなんか全部囲まれてる、まあソファーみたいな感じの靴です。なんでこれは5分の4ですね。でこっちのクッション性なんですけど、こっちのクッション性は5分の1です。こっちのクッション性はマジでなかったです。で最初買うとき触ってクッション性もあるんかなと思ったんですけど、実は履いたら違いは圧倒的でした。なんか履いた瞬間に薄くて、スケボーの上乗った瞬間にもうはってなりました。なんか段ボールの上に立ってるみたいだった。上のところもクッション性がマジでなくて、上からスケボー落ちてきたときにもう一回死にそうになりました。でパッティングも意外と薄くて、これは、パッティングはやばかったです。感想というか、まあ、まとめると、まあ値段通りって感じですかね。全体評価はこんな感じです。もちろんまあこっちは上なんですけれど、技のしやすさは普通に良かったんで、まあどうしてもお金がない人は、まあ、一時的な仕様になるんですけど、まあ、これ使えないことはないと思います。普通に技はできるんで。でも耐久性がないんで、長期的に考えるとコスパ悪いですね。どうせやったらお金をもうちょっと貯めて、5000円ぐらいのスケートシューズを買った方が全然コスパいいと思います。これはなんか耐久性ないし、怪我もするし、まああんまり良くはないかな。気持ち的にはこれがソファーで、これが木だけの椅子みたいな、はい、そんな感じです。高いスケートシューズと安いスケートシューズの比較でした。参考になったら高評価お願いします。あとコメントもお願いします。あと登録もお願いします。では See you next week.